ABC ファイバーネットワーク。10月19日水曜日、この時間は関西大学体育会カイザーズの最新ニュースをお伝えします。まずは野球です。関西学生野球秋季リーグ戦の第7節が10月15日16日にほっともっとフィールド神戸で行われ、関西大学は立命館大学と対戦しました。15日の1回戦は初回に3点先制された関西大学でしたが、5回に一挙7点を奪って11対5で逆転勝ちしました。3点を追いかける関西大学は4回西から上上雄三主将の左越し二塁打を皮切りに4連打を浴びせて同点。その裏に立命館大学に1点を勝ち越された関西大学ですが、5回西1、3塁の後期に上上主将が仲間へ敵地打を放って逆転に成功。さらに2点を追加した関西大学は西満塁から怪我の有馬亮捕手に代わって、この試合でリーグ戦初出場初スタメンの越川海斗選手が左中間敵地3点2塁打を放つなど一挙7点を奪って試合を決めました。16日の2回戦では関西大学は先発の鷲尾光也投手が8回を投げて2失点と好投し、3対2で立命館大学を下して連勝、通算7勝3敗の勝ち点3とし、リーグ戦首位に立ちました。関西大学は22日から若狭スタジアム京都で行われる最終第8節で関西学院大学とのカンカン戦に挑み、連勝すれば自力で昨年の秋以来となる39回目のリーグ優勝が決まります。次にアメリカンフットボールです。関西学生リーグの第4戦が16日竹菱スタジアム京都で行われ、関西大学は42対14で京都大学を下して開幕4連勝を飾りました。第5戦は10月30日に淀港桜スタジアムで行われ、昨年の全日本大学選手権で1点差で敗れた立命館大学と対戦します。最後はテニスです。全日本大学対抗テニス王座決定試合が10月8日から12日まで愛媛県立総合運動公園テニスコートで行われました。関西大学リーグ戦で優勝して関西第一代表として出場した関西大学女子は2回戦で中京大学を5対0で破って、準決勝の慶応大学と対戦しましたが1対4で敗れて、2019年以来2度目の決勝進出はなりませんでした。しかし翌日行われた3位決定戦では、昨年敗れた姫路大学を4対1で破って3位で大会を終えました。試合後に関西大学カイザーズオフィシャルチャンネルのインタビューに応じた中村天音主将は、日本一という目標でここに臨んできたが、それを達成することができなかったので、リーグや王座で学んだ課題であったり足りなかった部分が痛感できた、そこは来年につなげていってもらえたら今年この王座に来て3位を取った意味があるのかなと思うと、関西大学悲願の初優勝を後輩たちに託していました。以上、関西大学体育会カイザーズの最新ニュースをお伝えしました。 GO カイザーズ。